30代患者の報告だ。はい、ありがとう。そのまんま。今日はこんな感じですね。水槽じゃあちっちゃいよね。ちっちゃいやつや。ね、まずはこの一方だよ。おお、かわいいね。もう一匹をちょっと一匹だけ取ろうか。最後にこの子入らない。うわー、立派ね。よいしょよいしょ。Uターンできる。エコアユちゃんもびっくり。黒星まんじゅうだよ。中でちょっと時間見てみましょう。まあ、とにかくこっちはどっちで、ルイちゃん梅すずのビッグとバナルちゃん、あとはあそこの奥に七夕さん、こっちはマヌケトラビス6373筋口ここはいいかな。これも一方台だけど何かな。この後見てみましょう。いいね。ちょっとでかすぎる。食べたら美味しいって言ってた。明日ちょっと狭すぎるから明日帰りましょう。この間から見てるのちょっと見る。このスズメちゃん見る。本人が一度編んでる。ホワイちゃん調べてみる。勉強用の父の日にもらった海水魚選手、これにですね、ミザダイ、ミザダイ系のやつってなってる。ネットで調べると黒星まんじゅう、こんな感じになってますね。で、さあ見ていくと、違いないですね。
黒節まんじゅう大さんですかね。でこちらはちょっと下あごが出て、では黒いのが入る状態なので、以上です。移動しますよ皆さん。まとめていっちゃいますか皆さん。よいしょ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 、はい、ふみちゃん来ないで。みんなびっくりぴょん、びっくりぴょん、でかいねこいつ。石町くんだね。こっちはさざなみふぐちゃんかね。ちっちゃいの。これはヒメツバメウオだね。だね。背びれ黄色。これがちょっと大きくなるとこの子になりますね。この子。この子。この子。これが。の赤ちゃんでした。でこっちはよい。これちょっともう入りすぎたね。はい、大きい子たちはまあ明日帰ろうね。はい、明日帰ろうね。ふぐちゃんも帰ろうね。はい。フライチョウチョウも元気だね。はい、琴姫ちゃんもとりあえず元気。みんな元気元気元気はい、でかっ。はい、じゃあ皆さんそろそろ年齢だよ、年齢だよ。フライちゃんも年齢だよ。はい、じゃあ赤ちゃんはちゃんはとりあえずこの、この中に入ってみましょう。はい、はい、ここに入った。はい、皆さんおやすみなさーい。